どうもこんにちは。今回はですね、車中泊するためには絶対に必要な寝床、ベッドですよね。こちらを作っていこうと思います。まあ車中泊をするにあたって、いろんなパターンが考えられるんじゃないかなと思います。こういった過ごし方がしたいとか、自分にとってはこれが一番重要だとか、そういったことがですね、人によって違うと思うんですけれども、考えられるベッドのパターンについてちょっと見ていこうかなと思います。まずはですね、一番簡単な方法なんですけども、後部座席から荷台までを平面にして、マットレスや寝袋などを敷いて寝る。こういった方法です。そしてですね、さっきと同じような感じなんですけれども、後部座席から荷台までを底上げして収納付きのベッドにする方法。これがね、一番多いんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでですね、分割式のクッションマットを敷いて寝たりとか、先ほどの収納付きベッド、これをですね、分割してクッションをつけるという方もすごく多いんじゃないかなと思います。で、あとですね、一人で車中泊をする場合っていうのは、この1から3のどれかを片側だけにするという方もですね、結構いらっしゃると思います。で、あとは、こんな感じで普通にベッドを作って置いてしまう方法。僕はですね、個人的にはこれが一番好きです。なぜかというとですね、僕の中でクリアしないといけない課題っていうのがありまして、まず最初に、すぐに後部座席が使えること。これはですね、例えば全て平面にしたとして、子供が乗るときっていうのは後部座席を全部使えますので、後部座席が起こせないと、ちょっとこの車が使えないということになってしまいます。まあ、車中泊仕様にするためにこの車を買ったとはいえですね、やっぱり普段の買い物だったりとか、そういった時にですね、この車が使えないっていうのはすごく不便なので、絶対条件としてすぐに後部座席が使える状態に戻せるということが必要になってきます。で、次にですね、これも大事なんですけども、できれば椅子に座りたいという願望があります。まあ、例えばですね、パターン3のように分割式にしてそこに収納もつけるということもできるんですけども、このパターンだと、おそらくですね、ずっとあぐらをかいてるとか、まあ、体育座りしてるとかですね、正座はしないけども、あとは横になったりとかですね、そういった使い方をするんだと思うんですけども、普段ですね、床に座るっていう生活をしてないので、家ではいつも椅子で生活してます。で、椅子で生活してるので、ちょっとね、床に座る生活っていうのが、実際やってみると、結構ね、苦痛なんですよ。こう、足がなかなか伸ばしづらいというかですね、なんかどうも安定しないというか、どうもなんか居心地が悪いというか、座り心地も悪いっていう感じなので、僕の中でこの椅子に座りたいっていうのは結構大きな要望だったりします。椅子に座ってる方が僕としては疲れないので、これは叶えたいなと思ってます。で、次になんですが、基本的にですね、車中泊行くのって一人なんですが、子供も連れて行ったりもしたいので、まあ普段は一人で使うんですけれども、時には二人で使いたいというですね、結構わがままな要望があったりします。これからの楽しみとしてですね、この二人で寝られるっていうのは叶えたいなと思います。まあそういうことでですね、考えてみると、このベッドを置くパターン、これがね、一番僕の要望に近いんじゃないかなって感じがしてます。実際ね、こんな感じで、こういう可動式にすれば全ての要望が叶えられるんじゃないかと考えました。一人で寝るときはそのまま一人用のベッドとして使えばいいですし、二人で寝るときは広げて使えば二人用になると。これがね、一番僕にとってはベストのベッドなんじゃないかなと思いました。ということでですね、この願望を叶えるべく、このベッドをこれから作っていこうかなと思います。
こんな感じでですね、ベッドが後ろ半分できました。でこの端っこはですね、ちょうどこのポータブル電源、これが収まるようになってます。この辺はね、また木を張るかもしれないので、多分もうギリギリ収まるかなという感じです。であまりにギリギリになったとしても、これがね可動式になってるので、こっち側にちょっと寄せてあげればですね、しっかり収まるんじゃないかなと思います。でここの幅、これをね60センチで取ってるんですけども、なんで60センチかっていうと、キャンプとかで使う1人用のエアマット、それが60センチなので、今回はこれを60センチとしました。まあ、こんな感じでですね、座っても頭が天井につかないように高さを調整してますので、僕にとってはすごく過ごしやすい空間になったんじゃないかなという感じがします。こういう感じでね、足も伸ばせますし、椅子に座ってるような感覚で過ごすことができます。僕も来る？来てみる？じゃあ座ってみる？はい、僕はあそこカメラ撮るよ。こんな感じで座れます。はい、ということでですね、今回は、ベッドの後ろ半分だけなんですけれども、これを作ってみました。ずっと気象ろここで前半分はですね、また作って動画にしますので、ぜひまた見てみてください。それでは。